は？嘘でしょ？え？倍率20倍ぐらいの日本代表をお願いします。行きましょう、行こう、ほっそ、え、3位以上確定しても、うん、別にレギュラー引いたらね、別に何もなんないしね、うん、結局限定引けるかなんで、さあ行くか、じゃあ行くわ、じゃあ行くわ、もう知らないからな、明日ダブルリトライガチャ来ても僕無視しますからね、マジで。よし、じゃあ行きますか。まあたまにはいいでしょう、うん、たまにやっぱ触れておかないとちょっとね、またバモが泣いてるぞ、うん、250バモがまた俺は何のために言われてきたんだ、いや、イベントでじりじり使ってくれるんじゃないかよって今叫びが聞こえる、まだ引き返してくださいっつって言ってますけど、うん、ということで、じゃあ皆さん、まあ見ててくださいよ、見せますよ、そろそろ本気出します。もう今までピエロやってきました。はい。まあ、弾けないことの方が正直美味しいと思ってましたけど、まあ、そろそろちょっとね、行かせていただきます、僕は。はい。ということで、お願いします。じゃあ行きますよ。ごめんね、引っ張ってね。ちょっと心落ち着かせる時間もらったんでね。うん。まあ、これはいい状態で弾けるんで。さあ行きます。じゃあお願いします。よいしょっす。金濃いよ。うん。赤いな。ちょっと待って。あれ、ボールの数少なくない？いや、でも青結構多いぞ。あるね、これね。いやー、でも少ねえな。いや、でも多いな。いや、多いぞ。いや、多い多い。全然いけそう、なんか。なんかいけそうだぞ、これ。いいっすか。じゃあ、いきますよ。3、2、1、ゴー！ゴミガチャ、うん。ゴミガチャ、皆さん。うん。意味ない、正直。うん。2枠もらっても意味ないわ。うん。終わってるわ。なんかないかな？なんかねえかな？ほら。おー、北島くん。違うんだよな、でもな。北島くんが。うん。まあ、別にいいっすけど。はい。ああ、まあ、藤井選手はまあいいっすよ。いや、全然いいっすけど、今じゃないんだよな。うん。全然いいっすけど。これで250番もか。おー、なるほど。なんかもう、なんか言うのもあれですけど、なんかいつもの、リトライがないのは、なんかちょっとやっぱ物足りないですね、正直ね。うん。一回で終わりだもんね。うん。なるほどね。しょうもな。うん。しょうもね、やっぱガチャ。うん。しょうもな。ちょっと待って、これなんだ？藤井選手って何？あー、持ってないな、そんなに。まあでもこれいいカードですからね。ファーラン選手僕持ってんすよね、一枚ね。ちょっとフュージョンすっか。ダメ。ダブルリトライの方が上。うん。エンターテイナー性が足りないわ。一発で終わりは。ちょっとつまんないわ。うん。つまんないです。はい。あれ、ファーラン選手どこ行った？あ、いたわ。つまんねえな、一回な。やっぱダブルリトライだな。うん。ダブルリトライです。皆さん。わかりました。皆さん、僕、あえて、ここ一回つまむことでわかったわ。ダブルリトライだったわ。やっぱり。だって、二回あと弾けるんだもん。あと、二回弾けるんですよ、皆さん。あれ、やっぱいいっすよ、あのガチャ。うん、価値が高い。それがわかっただけでも収穫だと思います。はい。あのガチャ、いいガチャだわ。あのガチャ、いいガチャなんじゃないか、本当に。不思議にそう思えてきたわ。井上選手、まあ、前田選手はいいかな。中村選手取ってないね。これもいいかな。
岩波選手もいいかな。うん、まあそうっすね。うん、皆さん誰が1回で終わるって言った。うん、終わると思いました。今まさかえ、1回で終わったことありますか僕が。ちなみに1回、ウォーミングアップでしょ今の。うん、藤井選手出てむしろ ありがとうございますでしょ。うん、え、まさか、え、これで終わりなんてそんなことやってないっすよ。うん、まだあるんすよ明日、明日なんすか、明日、明日なんかあるんすか。え、今日でしょ。ここでやっぱ決着つけないといけないでしょ僕は。なんか逃げてるみたいで、なんか嫌っすよね。一回はね。まあ一回でいい引きしたら終わろうと思ってましたけど。まあいつもダブルリトライと一緒っすけど、まあ、腹くくってんでね。うん。やっぱ腹くくってからで、ね、本当は僕は自分を救いたいですけど、一回目で。いつも救えないんでね。うん。まあ結局二回はやんないといけないなっていうところがね。うん。まあやっぱり、まあある意味もうリトライガチャじゃなければ自分がリトライすればいいっていうね。あの物理、あのね、もう強行突破ね。うん。これ今あれですからね、あの、多分その、今上さんも多分見てると思うんですけど、一回でやめると思って今一回ボタンポチって押されたんですよ。今ね、あのクソ引きボタンね。まあ一回押されたんですけど、今は多分もう帰ったんで、いけます。うん。帰りましたね、今ね。一回見届けて多分もう帰ったと思うんで、次はいけますよ。さっきボタン押されましたけど、裏でね。あのクソ引きボタンポチッと押されましたけど、今回はねもう押せないんでね。うん、さあ本番いきますか。本番ね、本番よ、こっからよ。 J クラのガチャは一回はもうあれよ、うがいみたいなもんすよ。うがい、あの外から帰ってきたらうがいするでしょ、水飲む前にね。それと一緒っすよ。よし、さあということで皆さんやってまいりました、2回目ですね。はい皆さん良い子はね、真似しちゃダメというね、あれですね、あのリトライ爆死王をね、あの出動しますんで、はい、今ね、あのシングル爆死王がぶっちぎりでゴールしましたけどね、はい100馬身ぐらいついてたと思うんですけど、あのリトライ爆死王をね、はい、満を持して、1ヶ月ぶりの出走ということで、まあ、ある意味リトライガチャではないんですけど、はい。まあ、ある意味リトライということで、これリトライ爆笑の出番ということでね。はい。ということで、単勝人気 1.1 倍。はい。もうほぼほぼ元返し。有名なガチガチ馬というね、はい、評判が高い。もうオルフェーブルとかより全然強い。うん。もう北サンブラックとかオルフェーブルより全然強い。イクノナンタラよりも全然強い。リトライ爆笑のね、この出走の時期がやってまいりました。はい。ということで、皆さん、単勝 1.1 倍。はい。この馬が出走します。ついに1ヶ月ぶりに。行きましょう。さあ、でも、いますからね、あの、大穴人気。金旗、歓喜王が。金旗歓喜王いますからね。単勝倍率1000倍ぐらいの。うん。もう1万倍のね、日本代表、金旗王もいますから。うん。単勝1万倍ね。うん。よし、ということで、行きましょうか。レース発走します。お願いします。さあ、本当に 1.1 倍の馬が勝つかどうかは走ってみないとわかんないですからね。行きましょう。ほい。いや、まあ、やばい、これね、金旗歓喜王は、スタートゲートで、頭打って、今、失神してますね。いや、まだいますからね、でもね、うちの馬はね。まだ穴馬いますから。うん、まだまだわかんねえですから。ちょ、マジで頼むって、日本代表を頼むよ。うん。倍率20倍ぐらいの。日本代表をお願いします。じゃあ行きましょう。行こう。ほっそう。え？おい、薄いとこ引いてくんなよ。ちげえよ。でも当たったよ。でも、スナイパーは。スナイパー王か。あ、来たな。倍率80倍ぐらいの馬が。やっぱ 1.1 倍、わかんないですね。うん。まあでも、連覆相手が
爆しようかもしれないですけど、まだ。2着はまだわかんないです。さあ、ということで、めくっていきましょう、皆さんね。なるほどね。うん。もういいガチャっすね。ダブルイントライよりいいガチャだわ。うん。こっちだな、今度からな。もう乗り換えるからもう。うん。2回とか引いても意味ないからな、あのガチャな。結局な。おー。アンデルソン選手。お、これ3枚抜いてんじゃない？なんか抜いてそうやね、これね。3枚ね。これ日本代表と、ちなみに、これ、どうなんすかね？日本代表と、例えばスナイパー一緒に引いてた時っていうのは、どっちが上なんだろうね。どうなんやろね？どっちが先出たっけ？スナイパーのが先っけ？日本代表の先っけ？まあいいや。スナイパー王ね。うん。スナイパー王来ましたから。おい、来た。おい、585やめて。あ、中川選手ね。まあ、スナイパー王じゃなかったね。危ない危ない。これ。いや、でもさ、皆さん。これ多分ね、確率そんな変わんないと思うんですよ。だからグレード結構いっててもおかしくないと思うんだよね、僕ね、正直。ねえ、黄色はね。ただ、怖いんすよ。あと2回あるんすよね、ズドンがね。うん。とりあえず回避。いきましょう。じゃあ2回目ね。上がれ！あ、やばい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 。あ、松岡選手やったらなんかちょっとあれだな。なんか難しいな。まあ別に餌持ってるからいいんですけど。もう、まあ、まあ。まあでわかんないですからね。もう一個スナイパーありますからね。可能性的にね。もう一個あるから。うん。薄いとこ引いてんだからさ、どうせならグレード上がってくれよな。さあ行きましょう。おい、おかしいだろ。おい、ちょっとこれもう。悔しいんだが。全部85だってある？そんなバカな。連覆相手がリトライ爆笑だったわ。二着に来やがったわ。くっそ。爆笑だわ、これは。ああ、でも松岡選手悪くないけど。いや、ボナセオフェだったらな、せめてな。なるほどね。なるほど、なるほど。まあ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 。まあまあまあ。まあまあまあ。だから僕いつも言ってんじゃん。これ中途半端なね、引きがね、一番つまらんのよ。これだったら爆死のがいいんよな。だからね。ちなみにさ、ちょ、見に行っていいっすか？どんぐらいの確率だったっけ？なんで85上まで行かないかな。どれぐらいの確率よ。変わんないでしょ、大して。変わんないよね。どんなもん？いや、めっちゃ変わるわ。ちょっと待って。は？嘘でしょ？え？いや、当たるわけないやん、こんなの。見てこれ。もう決まってるやん、こんな。気にじけった瞬間に運命。2.9% と 0.09%。 え、そんな低いの？うーわ、そら当たらんて、運営さんちょっと、当たるわけないやん、そんなの。